どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と、今日一緒にやっていくのは、愛犬のジェットです。相変わらず甘えん坊だね。はいはい、カメラっち、ね、はい、というわけで、今日もね、一緒にやっていこうと思うんですけど、今日は皆さん報告あります。皆様のおかげで、登録者が5000人突破いたしました、ね、ありがとうございます。でこれからも、どんどんね、楽しくためになる情報の動画を載せていけたらいいのかなと思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたしますと。で、今日もね、ジェットと一緒に質問の回答をねしていきたいと思うんですけど、今日の、まず一つ目の質問、ポメラニアンの子で寝っ転がるとうなって、首を振りながらつま先を噛む、ね、噛んで遊んじゃう、足をなんか噛んでくるのかな、きっと、ね、縄張り意識があるのかなっていうことの質問なんですけど、縄張り意識があるかないかっていう話をしていくと、ないとも言えはしないんだけども、でも正直に言うとね、自分が多分今この相談を見てる限りだと縄張り意識があるかないかっていうよりも、ただ単にね、運動不足っていうかね、運動不足って言うとね、また語弊があるな、暇なんだと思います。本当になんかもっともっと遊びたいとか飼い主さんに構ってほしいって思ってるのに、なんだろう、暇してるから、まあ寝っ転がってる人間に対して遊んで遊んでっていうことでやってくるのかな。多分ね、これで本当になんだろう、足を噛んできて例えば血が出ますとかってなってきたら、あ、追い出そうとしてるから縄張り意識なのかなっていう気もしなくはないんですけど、正直に言うと暇してるだけかな。これをね、どうにかしていきたいっていうことであれば、例えばね、お散歩行ったりとか遊んであげたりして、ワンちゃんが疲れてる時に人が寝っ転がっても、まずワンちゃんもね、疲れてればちょっかいは出してこないと思います。で、もしくは、人間もね一緒なんですけど、例えばね、人間の子供がいます。で、子供と一緒に、いる時に子供にちょっかい出されないようにするのには、例えばね、お子さんになんか、積み木だったりとか、なんか代わりにやるものを与えてあげると、人間にね、あんまりこう、ちょっかい出してきたりってなくなると思うので、自分がね、横になる前にワンちゃんを暇にさせちゃうんだったら、その前にね、前にも動画で一回あげたんですけど、コングのね、方を使ってもらうとか、気を紛らわしてあげるっていうことをしてあげることが大事になってくるのかな。はい、二つ目の質問いきます。お吸い犬で、足を上げて、トイレをする場合はどうしたらいいですか、ね、足上げるっていうことはね、足上げるとね、今度外に出ちゃうんですよね。だからトイレに収まりきってないっていうことだとは思うんですけど、自分の場合ね、トイレに、おしっこした時に収まりきってない時に、これもね、絶対それでうまくいくっていうわけじゃないんですけど、うちでね、こういうので成功したよっていうパターン、ジェットリラックスしてね、随分ね、はい、どんなことをやったことがあるかっていうと、ワンちゃんのね、トイレ入れる位置に、2リットルの、お茶のね、ペットボトル、ああいったものに、ペットシーツをね、ぐるって巻きます。で、ぐるって巻いてあげたのをトイレの真ん中に置く。まあ、言ったらね、人工の電柱を作ってあげる感じですよね。そうすると、そこでね、おしっこをかけることが習慣になってくれる子の場合は、おしっこをね、足を上げてしても外に出なくなることがあるので、ターゲットを何かね、ジェット、はいはい、作ってあげると、違ってくる可能性があるので、一つね、試してみるのはありだと思います。はい、そしたらあともう一つ、最後の質問ですね、保護犬で、柴犬の6ヶ月の子で、家の中でトイレをしないね、雨の日でも、まあ、台風が来ててもお外に出さなきゃいけない、で知人は、ワンちゃんの、ね、トイレを我慢させることによって膀胱炎になっちゃったことがあるから、どうやったら、ね、家の中でもちゃんとトイレをしてくれますかっていうことなんですけど、これね、非常に難しいんですよ。で、分かりやすく言うと、家の中で外を作ったりとか、まあ、ちょっとね、矛盾する、ワンちゃんの中でね、どこを外だっていう風にね、基準として見てくれるのか、よいしょ、もうちょっとこっち見、おいで、向こう見よ、せっかくだから、ほい、ね、というわけで、ワンちゃんの、家の中でおしっこをしてくれない、外だとしてくれる、で、外のどこでしてくれるのか、例えばね、砂利のところでするのか、草のところでするのか、本当の外じゃなきゃ嫌なのか、玄関からちょっと出たらそこでもしてくれるのか、それによっても鳴らし方って違うのと、あとはね、ちょっと教え方も工夫したりとか、絶対にこれでっては言えないんですけど、やり方はいくつかあったりするので、後で細かく載せたいと思います。はい。
というわけで、今回のね、質問も、答えをね、答えさせて少しもらったんですけど、まあ最近ちょっとね、難しいっていうかちょっとマニアックな質問も増えてきたので、まあもしねそういうものは、一つ一つね時間があるときに丁寧に答えていけたらいいのかなと思いますので、ぜひね皆さんもね、もしお困りの行動とかあったら気軽にね相談してみてください。